はい、こんにちは、マイチャンネルの前原です。はい、今日はですね、こちら宇宙研宇宙科学研究所 JAXA の相模原キャンパスに来ておりますね。今日は特別公開なんだって。だからいろいろ普段は見れないものが見れるんだって。めちゃくちゃ楽しみ。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、あ、そうだ、これだよ。 MU5 でハヤブサ行ったんじゃない、これ。これでいいんだよ、じゃあこれだ。あったあった、 MU5。 あ、そう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 、それだ。そうだね、よかった。これに乗って行ったんだ、ハヤブサ MU5。 分かれるとこもある、分かれるとこもある。あー、ほんとだね。地球だ。第二会場がここ。そうだね。で、最後の会場がここだから。あ、ターゲットマーカーだって。へえ、面白いね。いくから押したの？あ、上って書いてある。おー、いいね、地球だ。よしよしよし。ターゲットマーカー、ねえ、あそこに泊まろうとしてるね。そうそう、糸からね。こんな大きさなんだ。もっと小さいかと思ったけど、意外と大きいんだよ。ターゲットマーカー、これサンプラー本。ターゲットマーカー3つ、すごい。そう、イオンエンジンだね、あれ。あそこ、あそこ、A、B って書いてあった。あそこだね、ちょっと見てて。こんにちは、これ何か分かる、分かる、分かる。要はイオンエンジンって言うんだけど、作ったのは俺、これ。おお、すごい。探査総選挙、太陽系内の生命探査で生命はどこで見つかるのか。土星の衛星が多いかな。パパは木星の衛星だけどな。ヨーロッパでしょ、やっぱり。スピちゃんはどこ？生命がいるという星に。ヨーロッパが土星の衛星。木星じゃん。ママ土星。土星じゃん。ママ土星。ママ土星。DNA が含まれてるかもって書いてある。分かる通り、明治大学さんカメラついてる、ね、の、車輪を使ってる集合写真とかのちょうどあるんですけど、写真を撮って描いていただきたいなと思います。でこういったロボットは、帰るんだ、まあ、専門用語でローバーと呼ぶんですね。 ROVER です。もしお家に帰って辞書がある方は調べていただきたいんですけども、宇宙環境試験装置だって。すごい。でも皆さんに見せなきゃいけないでしょっていう話をちょうどさっきしたところです。ということで低温にさらしてみたいと思います。子供たちはプロペラをよく観察してみてください。どうでしょう、ちょっとしゃがんで、前の子はしゃがんでください。後ろの子が見えないのでしゃがんでください。ならという条件です。オッケー。早かった、ギリギリ。まだ粘ってますから。早かった。はい、はい、ちょっといただいて。はい、1510番です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は JAXA 相模原キャンパスの特別公開でした。楽しかったね。いろいろ見れました。よかった。パパ大満足です。エジング楽しかった？うん。
本当に、うん、暑かったね、すごい暑かった。涼しい施設もあったけど暑い施設もいっぱいでしたね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。